井です。ボクシングキャリアはどれくらいですか？ボクシングキャリアは10年です。今回、ベストバウト賞に選ばれました。その感想を一言お願いします。一生懸命やった結果が結びついたので、はい、櫻井会長、この度、三國選手の試合がベストバウトに選ばれました。感想を一言お願いします。はい、そうですね。パンチをもらわなかったことが、良かったと思います。後半ちょっとスタミナが切れちゃったので、この辺のスタミナアップが課題だと思ってます。三國選手、今後の目標をお願いします。今後の目標は、アンダージュニアとジュニアチャンピオンズリーグ2つとも優勝することです。できんの？はい。本当に？はい。頼むよ。頑張ります。高橋拓丸です。ボクシングキャリアは小学校低学年からです。負けてしまった試合ですけど、この試合をいろんな人に見てほしいと思って選んでくれたと思うので嬉しいです。次も面白い試合します。名前覚えてください。すごいね。
大丈夫だ。気がだけな、最初だけ、最初だけ、そこ一緒だよ、そこ一緒。正面向いてね。はい。